皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回も監督最新情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで今週は151名の監督が更新されたということで、まあ、先週は500人ぐらいね更新されたんで、そこよりはやはり、まあ、いつものような感じで人数減ったんですけど、今週も疑似 3CF 祭りとなっていて35名ぐらいの監督が、手に入るようにはなっています。で、先週からまあ継続になってる監督も非常に多くて、まあ、新しい監督も非常に多いといった、結構今作疑似 3CF タイプは頻繁に出してくるようですね。今までのように4バックの監督がね、今週も残念ながらいませんので、3バックタイプしか存在しないということで、これからはそうなっていくんですかね。はい、ということで、まあ、その辺もね、後でチェックしていきたいと思います。早速やっていきましょう。はい、ということで、今回高コストの監督840までのクラブの監督なんですけど、今週変更入ってません。真っ白です。なので、まだ取ることできるんで、まあ、先週取れなかったよという方は、この監督たち狙う方はね、ぜひチェックしてみましょう。はい、ここからが、特殊な監督をまとめていきます。まずは 2OMF、3OMF なんですけど、まあ、ほとんど変わってません。今週マンチェスターユナイテッドの監督が 4-2-2-2 の 2OMF が可能になってます。ユナイテッドの監督、ランゲニックっていう監督だもん。私時代遅れ、スールシャルってもう終わっちゃった？はい、ちなみにラゲルニックさんはこちらのような、戦術です。コンパクトネスがめちゃくちゃ低いんで、まあ自分はちょっとここは今週避けるかな。まあこの形が欲しい方は来週期待ですかね。はい、続いては、釣り型の監督と、あとは疑似 3CF ですね。めちゃくちゃ多くなっております。はい、あと疑似 3CF に関しては、まあ先週からね、継続になってる監督も非常に多いです。先週おすすめとして紹介した監督を塗り分けておきました。ニューのところは今週新しく登場した監督。みんな多いんですよね。半分ぐらい新しくなってる。はい。まだいたわ。といったことになってます。今週も4トップはね、残念ながら登場していないそうなんで、今作は4トップどうなるんでしょうね。はい。疑似 3CF 祭り。新たにね、登場した監督を見ていきたいと思います。はい、まずはボローニャのディンコ・イエリッチ監督ですね。イエガリッチ層。はい、ということなんですが、なかなか守備コンセプトいいですね。リトリート、アグレッシブか。いいですね。ディフェンスの高さが8、コンパクトネス7。いい感じですね。攻撃の部分が、まあ、好み分かれてしまうかもしれないね。ここ、守備は結構良さそうですけどね。ディフェンシブにすると数値が少し変わります。割とこの監督はなかなかいいんじゃないでしょうか。ちょっと試してみたい監督ですね。マネージメントも出やすくなってます。はい、次がポルトガルのスポルティングの監督、ルベン・アモリム監督ですね。こちらはフォアチェック・アグレなんですけど、まあ、先ほどの監督と似たようなところも非常に良くなってますね。数値の部分が非常に似てるような監督です。ディフェンシブにすると、サイドに変わりますね、全て。この監督もなかなか良さそうですね。あと、ポゼッションでもいいのであればといったところになる。まあ、ポゼッションとカウンターね、好きな方があると思うので、まあ、その辺の好みは分かれそうですけど、全体的にまとまっていい監督だと思います。はい、次がこちら、フラメンゴの監督、ファビオ・アボイム監督。先ほどの監督もなんか似たような名前だった。コンパクトネス1か。もうディフェンシブにすると4までいくのかな。4まで来てもちょっと、どうでしょうね。コンパクトネスは高い方が自分はいいと思ってるんですけど。はい、それからサントスのブリジド・アルカ監督。この監督結構有名ですよね。こちらカウンタータイプということで、その辺もカウンター好きの方はいいんじゃないでしょうか。守備コンセプトこちらもまとまっていて、ラインもちょっと低めになっているんで、非常に守りやすそうです。はい、次、インテルナショナルの監督、アシエル・バスケス監督です。こちらフォアチェックタイプなんですけど、ガンガンプレスにもいけそうですね。ちょっと裏ケアが厳しそうですが、裏ケアは十分よっていう方はこれでもいいんじゃないでしょうか。ディフェンシブにすると数値が少しだけ変わります。コンパクトネスは17。はい、次がウエストブロミッチの監督。ちょっと名前が長い。トランティニャン監督です。かわいいね。こちらの監督もコンパクトネスが3の監督。数値が少し変わるぐらい。はい、そして、こちらはレディングの監督ですね。イングランド2部ノザルという監督です。リトセフか。まあ、リトセフどうでしょう。まあ、数値が高ければなんとかなるかもしれないですけど、低いリトセフはちょっと守備面が厳しいかもしれないですね。はい、結構有名なファンハエ・ゼブラウク監督も疑似 3CF のようです。コンパクトネスもうちょっと昔高かったんですけどね。あ、ディフェンシブにするとリトセフになるんだ。
はい、そしてスペインのジローナの監督、フラン・ヘネ監督も技術する ECF。 この辺りからマネージメントがね非常に低くなるんで出にくいんですけど、先週結構コンスタントにいい監督出たんだよな。何だったんだろう、最初だから。はい、まあ、数値はそこそこですね。はい、まだまだいます。オランダヘラクレスの監督、ロマン・ニコライ監督です。読みやすい。あ、ディフェンスのコンセプトなかなかいいな。リトリート、中央アグレッシブ、あ、割といいね。カウンターロングパスだし、まあ、特にカウンターでガンガン行く方で、守備はリトリートで守りたいという方、これいいんじゃないですかね。自分はこの監督ちょっと興味あります。コベントリーかな、こちらの監督です。こちらもリトアグだ。しかもディフェンスラインで今まで見た中で一番低いんじゃない？ 3 ってなかなか良さそうですよ。ディフェンス、セーフティーになったディフェンシブ、数値は少し変わるんですけど、セーフティーはどうなんでしょう。まあ数値コンパクトネスも9あるからちょっと試してみてもいいかもしれないですね。まあオフェンスで使えば問題ないか。はい、次イタリア、クロトーネの監督です。こちらはコンパクトネス3ということで、ちょっと他の監督でもいいのかな。まあこちらもいいね。ラインの高さもちょっと低めにね、ディフェンシブだと3にできますし、まあコンパクトネスは6と、まあ真ん中くらいになってます。カウンターでショートパス、初めて見ましたね。カウンターショートパス。攻撃エリアはサイドになってます。まあこのタイプは結構サイド中心の監督が多いのかな。はい、この監督もなかなか良さそうです。ちょっとマネージメントは出にくい。はい、次、監督名、クリスティアン・ロメロなんですけど、トッテナムになんか同じような名前のセンターバックいたよ。はい、リードセーフです。はい、今週新たに出た監督、最後はこちら、カーディフの監督、数値がほぼマックスのリード監督ですね。面白いですね、これ。ガンガンプレス、ガンガンハイプレスかけられそう。フォアチェック、中央アグレッシブ、こちらの数値10。しかもサポート距離も9ですからね。ほとんど10。全部10。攻撃エリア、中央の監督だ。初めて見ましたね。ロングパスだけど、攻撃エリアは中央。サポート距離はちょっと遠い。特徴的すぎるな。まあ、ディフェンシブにすると、ポゼッションとかにはなりますけど、ディフェンスラインの高さ10から7までは来ることできるんで、まあまあまあ、こっちも試してみても面白そうな監督ではあります。カウンターショートパス、攻撃エリア、中央の監督はなかなか出ませんね、このタイプ。はい、ここからがおすすめの監督を紹介していきます。まずは先週紹介した監督を改めて、こちらはコストが高いということで、なかなかおすすめできる監督、トリノの監督のドラギシッチ監督ですね。はい、ディフェンスラインの高さがね非常に低くできます。そしてボ監督です。こちらも先週に引き続きおすすめです。ビルドアップがショートパスにできる、なかなかいないタイプの監督ですね。こっちはフォワードですね。はい、ということで、今週紹介する中で特徴的でいいなと思ったのが、まずはこちらの、イングランド2部のコベントリーというクラブのスケア監督ですね。こちらも、ディフェンスラインの高さが非常に低く、一番低くできるのが2ということで、まあリトセフになるんですけど、まあ今まで紹介した監督の中でもラインが一番低いということで、まあその辺は特徴的になっていていいのかなと思います。ちょっとマネージメントが低いのが難点です。あとはこちらのカンディド監督、ビルドアップをショートパスにできる数少ない監督ということで、この監督もなかなか面白そうです。こちらもマネージメントはちょっと低いので出にくいかな。はい、そして一番ガンガンプレスに行ける監督はこのリード監督。こちらもおすすめです。マネージメントはもういません。ラインの高さ、コンパクトネス、どちらもマックス。さあ、これがどう影響するのか、非常に気になるところです。ちなみにディフェンシブはこうです。はい、ということで今回監督最新情報を紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ、今週も疑似 3CF 祭りでしたし、なんだろう、これからは結構多いのかな。なんか今までの作品、疑似 3CF 多くても5人ぐらいしか出なくて、あれ出ないんだみたいなこと多かったですけど、今作は非常に多くなってますし、あと4バック早く出してほしいよね。3バックもいいんで十分すぎるでしょ。もう先週でも非常に結構いい感とか取れた人はね多いと思うんで、なんで4バックタイプを出してくれないのか、4バックタイプを早く出してほしい。あと4トップもちょっと気になってますけどね。はい、ということで監督最新情報を毎週このように紹介しております。他にも今回のアプリ更新でいろんな情報動画復活してますので、興味ある方は他の動画も覗いてみてください。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価などお待ちしています。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。